そのレックスのカットラインを作っていくのが、で、塗る。これだけですね。なんで、多分時間はめっちゃかかんないはずです。はい、こんにちは。札幌占い美容室の早川翔です。早川氏の動画も、1000動画超えたので、皆さん、遡って動画を見てください。今日どうしますか？あ、色が。はい。ブリーチ2回ぐらいしてる感じの、グレーの、ちょっとダークめのグレーのスタイル、グレーの髪色ですね。1回ブリーチしてるっていうことなので、ソーダカラーで、やります。でメッシュはちょっと入れようかなって思ってるんで、若干ちょっと表面の方とかメッシュを入れて、それにソーダカラーで、透明感を出しながらトーンを下げていきたいと思います。長さはどうですか？今もちょっと長いので、はい、はい、まあ、絶対は前髪は長めの感じで、長す感じで、はい、で縛った時に触覚が欲しいということで、はい、で下はちょっと切る、はい、はい、それでやっていきましょう。今日は、ショーバルタンでカットしていきます。はい、でショーバルタンなんですけれども、カーブが入ってるので、ハサミのカーブが、でカーブが入っているシザーなので、こちらはストレートのハサミですよね。で違いとしては丸く切れるっていうことですね。で丸く切ると収まりが非常に良くなるので、ちょっとこれはショーバルタンを使います。で、ショーバルタンをプラスさらに丸く、するためには、髪の毛って集めて切ると、集めて切って離すとちょっとラウンドするので、より集めたのをさらにショーバルタンで R 状にカットすることによって、より丸いラインが作ることが簡単にできるので、ショーバルタンを使ってますね。まあ、彼女のスタイルはちょっとやっぱりかっこいい感じのスタイルなので、クールな感じを出したいので、やっぱりちょっと前側の方を長く切った方が、似合うと思うんで、少し上を向いてもらいます。で今ここのカールのところちょっと下見てくださいね。はい、このウェーブの位置を見てくださいね。で上に上げると、このウェーブの位置がこんだけ上がるんですね。でこの差大体5センチ以上変わるんですけど、これによってカットラインが思いっきり変わるので、顔の位置というのは非常に大切になります。で、センターから、真ん中で分けて、落としていきます。まあ、このままちょっと今日は切ります。上を向いて、ちょっと重めのかっこいいクールなラインを作りたいので、この辺かな、ちょっと一回切ります。それもいいですか？はい、そこでストップ。で、センター切るときに集めることによって、より R が入りますので、それを離すとすごい丸いカットラインに変わります。はい、このように丸いカットラインに変わったのが分かると思います。ちょっと悪くなりました。はい、通常にバツって切るよりも、だいぶ丸くなります。で、あと、批判するわけじゃないんですけど、結構後ろでこう切っていっても、結局ですね、お客さんがあとちょっと切りたいっていう時、また初めから切り直さないようなので、そういう無駄なところをちょっと僕は、だいぶ削除してというか、前で切った方がまとまるんですよね。だからカットラインって細かく切れば切るほど、つながりが非常に悪くなってしまうということが検証で分かったので、あえてシンプルに早昔のカットでは切っていきます。もっと短くなります。あとちょっと短くなります。はい、で今みたいな感じに、バックから切っていくと、こういう調節が本当できないので、お客さんはまた最初から切るってなると言いづらくなってくるんで、まあ、僕は前で切っちゃいます。もうちょっと切るんで、あと1センチ切ってますね。でその時に、また先っちょを集めて、こういう感じですね。でここを切ることによって、
小バルタを使うことによってカットラインがこういう R 状になりますね。はい、で下ろすと丸さが出ます。で前側が重くなるのでこのような感じに重いラインが簡単に作れるんですね。くらい、はい、こっちこのぐらいで、はい、はい、でこういう風な感じで、一緒に作ることが可能になります。はい、ちょっとずつ切っていった方がいいので左側はちょっと長いんですけど短くしちゃうと大変なのでちょっとずつ調節していきます。はい、これで合いました。で、バックのセクションをカットしていくんですけれどこの時も、集めて切ることによって、離した時に広がって R がつくので、このつむじの位置をイメージしながらつむじとこの、親指の先を点を結ぶような感じにしてカットします。で先ほどの切ったラインにちょっとつなげていくので、はい、集めてちょっと切っていきます。でコームは使わないです。コーム使うとやっぱりカットラインとその人の癖がちょっとずれてしまうのであえて使いません。でこんな感じにカットラインになります。でこの円でつなげていくことによって持ちがいいですね。でつむじの位置をしっかり浮遊しないようにしてここと親指をつながるようにカットします。でちょっとずつずれていきながら集めて R を入れてカットしていきます。カットラインはこのような R が入ってますね。これが小バルタンだとこういうふうに丸く作れるんですけど通常のストレート刃でカットしてしまうと、この R が作れないですね。ストレートの刃だとバツッとなってしまうんで、多少離した時丸さは出るんですけどあまり丸くならないで、小バルタンを使ってカットします。それが一番ベストですね。であと丸く切ると柔らかさも出るのでちょっと可愛くなったりとか馴染みが本当に良くなるので、そうしてます。であとカットも早いんで大体10分で切れますね。無駄なことをしないと。そのまま、正中線の延長線上のところを、指で集めてそこを上から手を持ってきてこの部分を切っていきます。あまり切っちゃうと先ほど作ったカットライン崩れちゃうので、はい、この場合はモデルさんに下を向いてもらいます。そうすることによって重いラインが作れるのでこの時にこの引っ張る位置が大切でこれがつむじからまっすぐ降りてる状態を作らないと左右曲がっちゃうので切る前にしっかり確認して、つむじと親指の位置がしっかり結ぶラインにできてるかっていうのを確認しますね。でこのような感じです。で少し、今度は、15度ずらします。で15度ずらした状態で今度また集めて、手先を切っていきます。でさらにセンターから15度ずらします。で15度ずらした状態でカットしていきます。はい、ちょっとずらします。で、またさらに15度ずらします。で、15度ずらすとだんだん繋がってきますね、サイドのラインと。はい、で、このような感じにしていきます。
で、これの良さは結構カットしてると、右が得意な人と左が得意な人とかいろいろあると思うんですけど、左が長くなりやすかったりとか右が長くなりやすかったりとかする方がいると思うんですけど、そういうのが回避できるんで、あんまり姿勢も関係なく切れるんで楽です。まずじゃあ、他もまだ切るんですけど、触覚先に作りたいんで、こうやってやってもらっても大丈夫ですか？ちょっと普段やる感じで、さっきやってた感じで。これ縛って前髪の、そうそう、それです。とりあえずは耳にかけといてもらえますか？こっち前髪あるので。はいはいはい、どうしたですか？でもいいですよ、どんなんでもいいですよ。こっちだけ少ないとか、こっちだけ多いとか、全然それでもないです。なんかきっちり取ったからいいってわけじゃないけど、なんか自分の具合がいいですよ。こっちの方が多くなっちゃいますね、前髪が見てる。あー、そうだね。分け目が左側だからちょっと多くなっちゃいますね。こんな感じで。多くなってもでも変じゃないと思いますか？こんな感じでいいです。どうしてもしょうがないと思いますよ、ここは。はい。はい。で、ここを。ちょっとこの長さをどこまで切りたいんですか？だいたいこんな感じみたいなのあります？顎ぐらい、はい、はい、で、顎ぐらいまで切りたいっていうことなんですけど、ここでブラントでカットするのはちょっと僕でも怖いんで、動かしながらカットしていきたいんですけど、ここでこれ使うのが R2 セニングで、このセニングの違いは切り口がちょっとこの辺関係ないんで切りますけど、結構滑らかに切れる。なんで結構ベースカット、そぎってよりはベースカット用に使ってるんですけど、結構、例えばですけど、この辺切っちゃっていいですか、結構綺麗にぼかせるんで、ラインが出づらいんですよね。これが R2 セニングのポイントで、例えばこういう切り方していかないと、こうやって切ってても、こうやって切ってても、まあなんとなくなるんですよ。この R2 セニングの切ってて、それなりに繋がるっていう感じ。これぐらいでいい感じ。はい。これでいい感じ。これ長い。もうちょっと。これでよかったら、ちょっと今の切り方マジやばかった。とりあえずじゃあこの仮でこの辺で切って。で、R2 の良さは、こういう風にぼかしていってもできるし、たまたまぼかしたのは同じ切り方で切ってますけど、いろんな切り方ができます。で、結構自然ですよね。これでも。自然っていうか。これでもおかしくない。おかしくないですよ。結構誰でも切れちゃうっていうのかな。そうですよね。まあこれだとちょっとあれなんで、で R2 セニングでリフトしながら毛先をぼかしていくとよりつながりが良くなるん で、あと前髪カットとかもこれ非常にぼかしが綺麗にできるんで、バツって切っても結構綺麗にパッツンにならないぐらいのパッツンに。で、こっちも同様にリフトしながら毛先を動かしていってカットすると結構ちょうどいい長さに。これいいんですか、この長さに。これでもいいかなと。そうですね、なんか逆にここだと変じゃない？しかも長くてここみたいな。これぐらいの方がいいかも。まあとりあえずここにしておきますか。そうですね、とりあえずぐらいにして、はい、こういうのも R2 セニングを使うと簡単にカットができます。はい、耳の付け根と上の真ん中辺にまず点を置きます。このこっちとこっちの中間ですね。で、この点に対してこの三角形は好みになっちゃうんですけど、はい、このような三角形を作ります。これ見えますでしょうか。これが V ラインというラインになります。で、この V ラインに対して、オーバーダイレクションをかけておくんですけども、僕はもうここ今高さ出したいんで、裏にこう、下の方は重くてもなんか可愛いかなと思うんで、ちょっと触るぐらいにして、ここだけちょっと高さを出したいと思うんで、この V ラインに対して少し、軽さを出します。で、その時、ブランドカットしちゃうとちょっとライン出るんで、ここも R2 セニングでカットします。で、これフォーム使いやすいんですが、こちらで、髪の毛のちょうど真ん中
大体真ん中辺ぐらいに指を持ってきて、こっちにオーバーダイレクションさせます。で、一番下のエンドラインが出てくるんで、こうなってきたら毛先をぼかしてこのまま滑らしていくんですね。それだけですね。簡単な感じです。もう一回やります。ここの髪の真ん中のところに来たら、反対側にオーバーダイレクションして、今度ベースのエンドライン出てくるんで、そこからスーッとぼかしていってカットする。そうすることによって、この軽さがちょっとふわっとなるんで、違いますね。かくないですか。ここ、こうなってます。こうなってます。ちょっと違いますね、はい。ただ普通にこうズドンってしてるやつ。ただやっぱ重さはやっぱあった方が可愛いので、あんまりこう変に段とか入れない方がいいかなって気はしますよね。で、この反対側をちょっとやるんですけど、はい、先ほどと同じように、まず、耳の上のラインと頭の上、この中間あたりのポイントをまずイメージしまして、ここと真ん中の位置ですね。ここに点を置くと、ここから点を置いたらそこから V ラインで取っていきます。はい、V ラインはこういう感じ。見えますでしょうか、V ライン。で、このここでなんですけど、この V ラインを深く入れるとか、まあいろいろ形があるんで、で、ちょっと切ります。V ラインの取り方は分かったと思うんで、また同じように髪の毛の真ん中のところにこのコームを持ってきて、反対側に持っていくとエンドラインが見えますね。で、このエンドラインのところをぼかしていきます。はい、このエンドラインに対して、はい、これで、両方の高さが簡単に出すことができます。でも、まだ切るんですけど、本当にもうこのぐらいでもいいぐらいなんですよね。で、まだカットラインもちょっと全体的に丸さを出していかないとダメなので、あとは、手でなじませながら、だいたいつむじに対して全て、体の位置がつむじに向かっている状態で引き出して、毛先をちょっと丸さを出していきますね。はい、バックの方は正中線をこのつむじの位置からまっすぐ引っ張ってきて、上から持ってきて少し中にキュッて曲げます。そうするとイングラがイメージされるんで、この状態でショーバルタンでこのようなアルバじゃないな、こういうふうなコンベックスのカットラインを作っていくのが、僕のやり方です。で、正中線から、10度もしくは15度ずつ、角度をつけていくんですけど、はい、ではブリーチ入っていきます。一番下のアンダーラインは、このベースは結ぶときに表に出てくるんで、ここは、表面と同様繊細に入れていきます。手元側を中心にここら辺は入れていきますね。はい、でリパレットを使います。でリパレットで、ハケを寝かしながら根元の方を動かしていきます。で、使ってるのはブリーチ剤になります。はい、このような感じです。ホイールは使いません、時間もったいないんで。で、このような感じで入れていきます。で、今度はこの 2つ目のスライスのところになると、今度は根元で取っても根元は見えませんから、じゃあどこで取るのかって言ったら、毛先の方ですね。で、こういうカットラインがほぼ腕連の状態になってますから、見えるって言ってもこの毛先の部分しか見えません。ですので、取る場所っていうのはもうほんと毛先寄りのところでチップを取っていきます。毛先寄りのところでだいたい1センチチップを取っていく感じですね。で、根元の方毛に濡れませんが、それは別にいいです。こんな感じで、無理やりちょっとこう先行かみたいになっちゃうんですけど、でも根元の方はまあ、こう逆毛みたくなってるんですけど、この残った部分だけをこういう風に塗ってください、ラフに。で、毛先の方をリパレットに置いて塗る、これだけですね。なんで多分時間はめっちゃかかんないはずです。大体スライスとしては 2.5 センチで取っていってます。このような感じで取って、で、ここも毛先しか見えませんので、毛先の位置だけをチップを取っていきます。チップを、約1センチのスライス、1センチチップを取っていって、このような感じで、また逆毛じゃないですけど、こんな感じにグーッと持ってきてあげると、で、根元を動かしながら
ハケでこのような感じにラフに塗っていきます。はい、こんな感じで大丈夫です、塗り方としては。そして、毛先の方に薬剤を溜めていきます。まあ、若干グラデーションの感じですね。はい、で次ですね。なんでだいたい急げばもう5分ぐらいで塗れるかなという感じがありますね。で、ここが今度 表面の方ですが、カットラインが、まだワンレンの状態なんで、ほとんどここも毛先しか出てきません。さっきよりは少し5センチぐらい上の位置でチップを今取ってるんですけど、はい、表面の方なので少し動きが出てきます。で、この位置を、はい、またちょっとこう削りじゃないですけど、こういう感じにして、そして根元をこのような感じでハケを寝かして、ハケ寝かすことによって薬が奥の方にくっつかないので表面側しかつきません。ですのでこの状態でやると、あまりパツっていうラインが出づらいので、あえてそうしてます。で、このような感じで、はい、ブリーチを入れていきます。で、今度表面の方ですね。まだあと2段かな、表面の、はい、で表面の方はまっすぐじゃなくてちょっとラウンドして取ります。はい、でラウンドして取って、この辺は結構もう出てくるんで、ただ出てくると言っても根元の側の方はあまり出てきませんので、中間あたりをでチップを取っていきます。このような感じでチップを取りますね。はい、こんな感じで、分け取っていって、はい、また、このような感じに根元の方にブリーチを動かしていきます。こんな感じです。塗り方は結構雑ですが、こんな感じで大丈夫です。で、リパレットを使って、はい、塗っていって、で、さらに毛先の方はグラデーションをつけたいので、毛先を溶かすことによって薬剤の塗布量が高くなるので、そういう風にして薬剤の量を調節していきます。そして今度表面ですね、表面に今度は、入れていくんですが、表面ですね、ここはまあちょっと慎重に、ここは根元から根元に出てくるんで、根元からチップ1センチで取っていって、はい、でここもステムちょっと上げた状態で、根元にはつけない状態でこのように塗っていきます。で、ハケは絶対寝かしてください。こんな感じです。はい、裏面にはついてません。ハケ寝かしてるんで、途中から塗っていって、だからあんまりブリッジ入らないと思うんですね、この上だと。で、毛先の方はフォーミングを入れて塗布量を高くしていきます。で、これでもう終わりです。なので時間は全然かかんないです。結構話したやつ長くなるじゃん。ちょっとめんどくさい。予約結構さ、もういっぱいになっちゃってさ、もうやってる場合じゃなくなって、もうなんかちょっと簡単なプチ占いみたいな感じを、はい、それもカードなんですか？それがカードですね。本当はしっかりやるときは数秘術とかを使うんですけど、もう最近はもうカードでちょちょってもう1枚引いてっていう。それは当たるんですか？でも2チャームが当たるってことは当たるなんて当たるんですよ。今日はなんか言われましたね。言われたんですか？僕が前言ったのが、はい、なんか娘さんがなんかお知らせあるかもって僕がなんか見えたんですよね。結構強かった。子供その日にそうやって言われたんだよねってお父さんに言って、なんかあんのかなと思って連絡したら、いやまだ実は言おうと思ってなかったんだけど、子供できてたっていう。本当お知らせ、そういうお知らせが、まあ、今日のお客さん言ってくれましたね。まあ長いお客さんなんですけど、まあ、ブリーチの方はね、そんなに抜いてないので、まあこれぐらいの終着地点かなと思います。まあ動画1000本到達したんですが、これからもまあちょこちょこアップして、動画の関連動画からいろいろちょっと過去のやつ見てっていただいてもいいかなと、思います。あと何かこういうのやってほしいとか、そういう企画があったら言っていただければ、ありがたいなと思います。バイバーイ。